皆さんは空港で足止めを食らったことがありますか？ソーシャルネットワークを全部チェックして友達全員にテキストメッセージを送信し終わりました。するとバッテリー残量 10% という恐ろしいメッセージが表示されます。急いで最寄りの充電スタンドを見つけスマホを接続することにしました。でもその瞬間あなたはサイバー攻撃の犠牲者になってしまったのです。これはジュースジャッキングと呼ばれるもので、公共の場でのハッキングの原因になることがあります。ショッピングセンター、空港、ホテル、フードコート、さらに公共交通機関での充電ステーションにはデータのセキュリティに有害なものが隠されている可能性があるのです。では一体どんな仕組みになっているんでしょうか。ハッカーは公共の充電ステーションに特別なプログラムをインストールします。そしてデバイスを接続すると疑わしいソフトウェアがスマホに直接インストールされてしまうのです。では USB チャージャーに注目してみましょう。普通の USB コネクタには4本から5本のピンがあります。この中でエネルギー転送に使われているのは1本だけで、残りはデータ転送に使用されるものです。最近のスマホのほとんどはデフォルトでデータ転送モードが無効になっていますが、一部の古い Android だとハッキング対策が万全ではありません。ですので以前の設定のままになっていてデータ転送がオンになっている可能性があるんです。スマホをコンピューターに接続するときにはそのデバイスを信頼できるかどうかを確認するためのメッセージが表示されます。でも充電ステーションによってデータ転送がすでに行われていたことには気づかないのです。一度接続が確立されると大きく分けて2つのリスクがあります。一つ目はデータの盗難。ハッキングされたポートに接続してしまうとウイルスがデバイスに感染しデータを盗まれてしまう可能性があります。特別なプログラムによりファイルやアプリの情報を第三者に見られてしまうのです。クレジットカード情報、ログインとパスワードなどなど、いろいろな個人情報がすべて簡単に抜き取られてしまう可能性があります。これだけの情報があれば金融口座にも完全にアクセスできてしまうのです。2つ目はマルウェアをインストールされてしまうというもの。このソフトウェアはスマホに保存されているすべてのデータを犯罪者のデバイスに複製するようになっています。スマホにインストールされたアプリは GPS での動き、オンラインでの購入記録、ソーシャルメディアでのアクティビティ、写真、メッセージ、通話記録などユーザーに関するすべての情報を収集している可能性があります。さらにある朝目を覚ましたらスマホがロックされていて、このアカウントに送金してスマホのロックを解除というメッセージが表示されているという可能性さえあります。もう一つのリスクはアドウェア。スマホで開いたすべてのページに不要な広告やコマーシャルが表示され始めます。最悪な場合には自宅でスマホを同期化する際に知らないうちにコンピューターにまでダウンロードされてしまう場合もあるのです。では一体どうすれば予防できるのでしょう。まず第一に公共の充電ステーションを使用しないということ。バッテリーのパーセンテージの表示をオンにしてアプリの使用を制限し、空いていないアプリによるバッテリーの消耗をチェックしてみましょう。そして自宅、職場、車の中だけでスマホを充電する習慣を身につけてください。そうすれば空港で無料の充電スタンドを使う必要がなくなります。デバイスのバッテリーの調子が悪い場合や常にスマホを使う場合には普通のコンセント用の充電器を携帯しておきましょう。スマホのバッテリー残量がほとんど残っていない場合には充電デバイスを使ってコンセントに接続します。これらのやり方に徹していればデータを転送されたりデバイスに害が及ぶ可能性がなくなります。それか小型のポータブルバッテリーを携帯するのもいいかもしれませんね。現在ではいろんなものが販売されています。持ち歩きたくなるような可愛いデザインのものを買っておけば外出先でもスマホのセキュリティを心配する必要がなくなります。これらの方法以外にも解決策はあります。それはスマホをしまって本を読むということ。え、それでは満足できないって？じゃあまずスマホに優れたアンチウイルスのアプリをインストールしてください。知らないうちにコンピューターを破壊してしまうウイルスの時代は過ぎたと思うかもしれません。でもそれはデバイスが危険にさらされていないという意味ではないのです。
効果的なソフトウェアをインストールしておくに越したことはありません。さらに物理的に保護することもできます。小型の USB パススルーデバイスは USB コードとスマホの間で小さなアダプターのような機能を果たします。データ接続を停止して電力のみが接続されるのです。では仮に公共の USB 充電器を使わなければならなかったとします。自分のスマホが感染していることを知るにはどうすればいいのでしょう。そのためには次の症状に注意してください。まずスマホのスピードをチェックしてみましょう。新品のスマホなのにアプリを開けないという場合にはそれを警告だと思ってください。さらにアプリがクラッシュしてしまったり、スマホが突然ランダムに再起動してしまったりするときにも要注意。これはバックグラウンドで実行されているプロセスがデバイスの処理能力を使い切っているということなんです。でも古いスマホの場合には新しいオペレーティングシステムやアプリを使うと遅くなるということも覚えておいてくださいね。ここでは突然の変化に注意することが大切なんです。さらにスマホの加熱にも注意しましょう。デバイスを冷却してから使用してくださいなどのちょっと怖いメッセージが表示されることがあります。これは単に外部の温度によりスマホが危険なレベルまで加熱しているだけかもしれません。好きなゲームを長時間プレイしている場合にもそのようなメッセージが表示される可能性があります。ですがスマホが感染している場合に表示されることもあるのです。このようなデバイスの作動中の突然の変化には警戒するようにしてくださいね。さらに予想外な充電レベルの変化にも注意しなければなりません。スマホをロックして 50% の充電でバッグに入れたのに1時間後には 20% しか残っていない場合、そのデバイスには何らかの問題があるということです。しかし一番わかりやすい症状は何もしていないのにスマホの設定やデータ使用量が変化しているというもの。スマホのプライバシー設定が知らないうちに変わっていた場合には何者かに自分のスマホにアクセスしているという明確な証拠です。ですのでデータ使用量を定期的に確認してください。突然見覚えのないデータが1から2ギガバイト使われていた場合にはすぐに対処しなければなりません。このようなことに気づいた場合には自分でインストールした覚えのないアプリがないかどうかデバイスをチェックしてみましょう。スパイエアーは表示されないことも多く、スマホにインストールされた普通のアプリのように見えることもあります。この場合デバイスを初期の設定にリセットしなければなりません。そして次にアプリを更新します。開発者は常にセキュリティをアップグレードしているということをお忘れなく。最後にアンチウイルスをインストールしましょう。これらのアプリはウイルスを検出して削除してくれるんです。ですがサイバー犯罪者による公共の場でのデバイスのハッキングは公共の充電スタンドを使ったものだけではありません。公共 Wi-Fi を使えばものすごい量の情報を盗むことができるんです。ハッカーは人々がパブリックネットワークに接続するために全ての操作を見ることができます。これらの接続は安全ではないので簡単に情報を傍受できるんです。ですので次の単純なルールを覚えておきましょう。公共 Wi-Fi を使う際には個人情報や機密情報を入力しないでください。これには銀行情報、ソーシャルメディアのパスワード、電子メールなどが含まれます。さらにインターネットへの接続を保護するための VPN アプリをインストールしてから使うようにしましょう。通常有料ですが個人情報を保護するのは大切なことですからね。そしてできれば無制限のデータプランの契約をしてください。そうすればスマホを使って素早く簡単に Wi-Fi のホットスポットを使うことができます。その上危険にさらされることもありません。最後にファイル共有をオフにしてください。これは Mac や Windows などの様々なオペレーティングシステムを使って数クリックで設定が可能です。これで個人情報と仕事の情報をサイバー攻撃から守ることができます。それと本を読むテクニックを試すことも忘れないでくださいね。今日何か新しいことを学べたと思ったら動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。